はい、今回はこちらのブルーミングアイカラーパレット9色アイシャドウパレットを買ってきました。濃密発色大人ピンクブラウン、東京ガールズコレクションとコラボしているニュアグラムのやつです。色がこう全体的にピンクより赤系で、今までのと比べると、今まではねもうちょっと茶色寄りだったんで、明るいピンク、すごい明るいピンクで濃いめのピンク、これもピンク寄りやし、ブラウンはこれとこれぐらい、これもなんかまあ 言えばピンクなのか、濃いピンクみたいな、これもピンクっちゃピンクやし、これもピンクって感じで、秋用のメイクコスメとかが出てて、でダイソーでこれ買ってきたんですけど、本当はモイティフォーのアイライナーとかが欲しかったんですが、1個も売ってませんでした。はい、どんまい。あのリキッドアイライナーは結構使い勝手が良くて、最初だけかもわかんないけど、まあモイティフルがどうなるかは今どんどん使ってるので、そのうちわかると思います。というわけで、ユアグラムのこちらの、ピンクブラウンを集めた色合わせのパレット 02B ブルーミングアイカラーパレット、これを使っていきたいと思います。まず開封、ベースと眉毛だけ描いてる状態です。まあ、これ変えたんでよかったかなと。えい、ユーアグラムのこの9色のパレットは他のやつ使ってたりしておなじみです。よくわからんけど、これがトゥトゥトゥ近づいた方がいいな。これはあのアイテープを貼ってる状態です。あのメッシュのやつ、これどうやって使ったらいいのか、今これ塗ったんですけど、まあ眉的にはこの赤、薄付き、このねシーンで買ったメッシュのアイテープはすごい優秀で、全然こうもうパッと見わかんない、接着具合もいいし、で今これ塗ったんですけど、これとかを、まあ、適当ですね。わかんないんで適当で。ちなみに今日は幼稚園の小運動会があるらしいです。眉のメイたちが通っている幼稚園のね。というわけで、もう、というわけで今誰もいないつうか、コーチはトイレいるんですけど、どう使ったらいいかわかんないね。ずっとわからん。ラメラメのと、給食も行ったか、ラメじゃないのとある。今まではこのツートンカラーライナー、ジェネ東京のこれをピッて塗るだけで終わってたりしてたんですけど、わらかしには来てません。まあこの新しいのを使ってみようと、気分も新しくなるんで、100円なんでね。ちょっと鏡じゃないから見づらいな。濃い目の色を目尻の下とまぶたの上にラインに塗ります。多分発色はすごい良いです。こことかすごいピカピカしとんもんね、こうすごい顔。でとりあえずこいつで、これもすごい人気のやつ、ユアグラムの多分眉毛描くやつやけど、こいつで涙袋を描きます。もう下側さえ綺麗だったら上はもうぼかしぼかしで、ふりゃふりゃ、これがあんま
分かんない時があるんで、これも100均のダイソーのアイライナーペンシルディープボルド、ボボボボルド、これでも直接線を描いちゃう、ピッピと。ちょっとね、光がすごい浴びてて分かりにくい。でこんな感じです。でこの新しいモイティフォーのリキッドアイライナーブラウンブラック、こいつで、あ、ちなみにさっきのこのブラシもダイソーです。はい、もうオールダイソーやんな。目閉じる必要なかった。もうここはね、ニュアンスなんで、フィーリングというのか、あんまり気にせず弾きます。でここも、うわ、見えんな、多分ついてます。このね、モイティフォーのねライナーはすごい、この下まつげが描きやすいです。まあ描きやすいっつってもこうめちゃめちゃになるけど、ちょっとこうやって、やっぱ鏡見らんと難しいな。眉は近眼なんで見えないんですよね。もうね、描きすぎた方に合わせるんで、どんどん派手になります。明らかに失敗してて草。うん、まあいいでしょう。まつげここどうなってんだ。もう誰にもわからない。こうぐわっとぐわっと、それで開いた三角のとこをこの黒っぽいやつでもう埋めちゃう感じですね。突然工事が入ってくる。うん、実家あるある。おーい、エアコンつけるの、つけるよかったら開けといていいし、うん、ちょっと分かりづらいんで、今鏡を持ってきました。あ、すごい広い。涙袋はもうちょっと濃いめにこうやっとかんと見えない。あのちょっと修正しました。でこれも多分ダイソーのアイライナー、セリアかな、 AC アイライナーペンシル、これでこう、黒目の上のとこだけちょっとこう黒くしときます。こんな感じか。あんまり黒くならなかったんで、アイライナーで、ペンシルアイライナーでこうやって、ふう。で眉は赤いのが好きなんで、これもダイソーの ITG クリームチーク&リップ、つだけでリップなんですけど、チーク&リップなんですけど、ここに塗ります。すごい赤いでね、いい、こんぐらい赤くないと嫌なんで、こう
目尻に紅を入れるみたいな感じで、すごいクリーミーなんで、もう指で塗ります。はい、これリップにも使えるけど、リップはリップで前買ったこの、これセリアかな、 AC クレヨンリップチェリーレッドっていうのがあるんで、これを塗ります。ここに塗ってるんですけど、ちょっと鏡見ようね。口角塗ってるんですけど、この辺にこうブーブーって塗って、なんか全体がハート型みたいな感じにこう塗って、もう適当に指でなじませる。なんかね、唇の上をオーバーに描くと、この人中が短く見えるみたいながあるんですけど、オーバーリップも苦手なんでしないですちょっとやりよったけど、なんか変な感じだったん でさっきのがこの赤だったんですけど、まあ、だいぶ汚いんですけど、この ITG、 これアイシャドウ C、 なんか赤いけどちょっとピンクみたいな、赤すぎない、めっちゃ赤いな。これをこう目頭とかに塗りやす、全体的に赤いのが好きなんで、上にも塗って、最初にした方がいいかもしれないけど忘れてたんで、いつもは最初に塗ってますね。はい、こんな感じです。はい、で完成しました。こんな感じです。ちょっとね、左右非対称かもしれんけど、まあ細かいことは気にしない。で、使用した100均コスメはこんな感じです。今まで持ってたやつばっかで、買ったのはこれだけですね。でんでん。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。多分今日、Mに髪切ってもらうと思います。もうこんだけ長くなっちゃったんで。そして、悲劇が。はい、以上です。なんか参考になったとか面白かったという方は、高評価や、コメントなどしていただけると嬉しいです。で、おすすめの100均コスメとかあれば、それもコメントいただけると嬉しいです。どうです。また次回の動画でお会いしましょう。